いわき桜が丘高等学校は、福島県いわき市平に所在する県立高等学校。旧校名福島県立いわき女子高等学校から変更する前の通称は、岩女であった。当時は、岩女体操というエアロビ風の準備体操があり、現在も体育の授業で取り入れられている。新しい校名は、敷地内にある図書館剣,剣道総会館の 桜川岡会館に由来する。この建物は2013年に有形文化財に登録された。かつては岩木高等学校と並び、男子は岩木高等学校、女子は岩木女子高校と言われ、県内トップクラスの進学校であった。2001年の教学科により、岩木高等学校が岩木市内のトップ校となったが、教学改善前は岩木市近辺の女子においては、 トップレベルの進学校であった。放送局、新聞局、購買局バスケットボール、女子バレーボール、ソフトテニス、テニス、陸上競技、ソフトボール、サッカー、野球、水泳、卓球、バドミントン、剣道、弓道、応援団チアリーディング文芸、写真、科学、美術、演劇、合唱、食物、稼働、作動、吹奏楽、奏曲、 書道ダンス同好会、福島県立岩木女子高等学校に関するカテゴリー、ありがとうございます。